はい、やっていきたいと思います。今日はちょっとね、一つ企画を持ってきたんですけども、あれモーリー後ろに乗ってんじゃん。映ってるじゃないですか。あ、映ってるじゃん。あれ、大丈夫でしょ。俺、ありなのか、最初に言ってもらっていいですか。大丈夫でしょ。お前はありでしょ。はい。で、ちょっとですね、今ちょっと探してるんですが、でですね、ちょっとツイッターの方で、まあ、熱狂的な僕のファンなんでしょうけども、簡単に言うと、文章はあまり読みたくないのであれですけども、まあ、とりあえずなんか、僕は本気ですと。だから、バドミントン教えてほしいと。必ずバドミントンの選手になり、多国健一さんに全力で恩返しますと。で、それで、まあ、この間これ見つけて、結構前なんですよ、これ来てたの。本気でないと疑ってらっしゃるのでなら、すべての個人情報を開示して確認してもらっても構いません。これ何も言ってないですよ。個人情報をちょうだい。一言も言ってないんですけど、どうか、このメッセージを流さず返信していただきたいです。もう一度言いますが、どんな辛い練習でもこなして演してます。多国健一さん、大人になったら全力で恩返しします。この約束だけは死んでも守ります。死んだら守れません。はい。自分は本気です。一度だけ通話して自分の意思を確認してほしいです。ということで、なんか電話番号で載ってます。教えていただいたら必ず自分なりに何なりと恩返しますと。はい、男の子なんだと思うんだけどね。はい、そしたら、まあいろいろね、写真ついてたんで、はい、多分送られてきてるんですよ、その個人情報が。まあ、そこは見ないんでわかんないんですけども。ちょっとね、今回企画で、もうこんな感じだったら、もう一回電話かけちゃおうかな。Now。電話番号載ってるんで、まあ僕の電話番号、まあいいですよ、僕の電話番号を彼に知られちゃうっていうのもあると思うんですけど。何歳かわかんない。いや、わかんないですね。でも多分この感じで言うと、高校生ぐらいだと思うんですけどね。今ね、仕事に向かってるんですよ。だから、チャンスはこの行きの仕事に向かってる間の1回と、帰りの1回、そののみ。まあ6コールを2回しようかな。を1にして6回を2回してあげる。結構出やすいですね。うん、じゃあいきます。ここでまたちょっと違う企画なんですが、ジョー、隣にいるジョーですねの電話番号今から言っていきたいと思います。いきます。ゼロまあこれは冗談ですけど、本気で1回、今ちょっとね、電話番号とかはまあ彼の個人情報とかもあるので言わず僕がかけていきたいと思います。いきます。出ないと思うな。1 2 3 4 5 6、切ります。ガチガチですよ、ガチの企画なんで、本当ガチの企画なんで、これまあちょっと仕事場ついてね、それまたついたらもう一回電話しようかなと思いますけど、ガチで。で、それ出たらどうするんですか。出たら話すよ。話してだから話、どうにかしてでもいいからかけてくださいって言うこと。あ、そういうこと。そうそう、あっちはね。でも普通そんなかけないじゃんと思わないと。かけない。え、かける。かけないじゃんとかじゃん。かけないですよ。かけないよね。かけないよね。ちなみに俺非通知でかけてないんで。え、マジですか。普通にかけてるんで。かかってきても出ないってことですよね。かかってきても出ないですよ、もちろん。自分がかけた時の6かける2。うん、でも帰りの時に結構出る確率高いと思います。うん、でまあこういうね、熱狂的なファンの子がいるので、まあこの子のね、キレになればいいなと思って今やってるだけだから、簡単に言うと。だし、ちょっとこう企画になりやすいというか、だからまあ最終的にお話できたらこのまま載せていいかっていう確認をしますし、もし繋がらなかったら番号も別に視聴者さん見せてるわけじゃないんで、このまま載せます。出ませんでしたっていう。でもなんで最近福岡よくいるの。どういうこと。いいよ、喋っていろいろ。じゃあまだ企画進めましょう。あ、そうかそうかそうか、ごめんごめん。でも企画ここは終わったんだよ。終わった。これで、はい、じゃあ次の2回目まで行きましょうみたいな。時飛ばしみたいな、はい、時飛ばせませんみたいな。え、シュート気にならない、そこ気になりますね。いいね。でもジョーが運転名門な、シュートな。それはそうだ。俺でもそうするわ。俺もだって事故ってますもん、何回か。え、そうなの、はい、事故のジョー、はい、もう、いやそんなこと言ってるけどさ、いろんな意味で事故んないでよ。ねえ、ジョー君。
時とはすいません。じゃあねーす。ほんでね、次の動画行く、ほんとに行きましょう。次もう求める。で、喋ったら面白いと思うよ、みんな。何話します。最近どうなんですか。最近だから俺は東京に行くことになったの。なんか全然忙しいとか言って、そう、何してんのかなって多分みんな、あ、え、おしっこし作業。え、あの今日も区役所行ってきて、で住民票の移動だよね。あれマジでちゃんとやった方がいいですよ。そうだよ、だって書類物は全部届かないってことでしょ。そうそう、あとなんか法律で決まってるってことか。次どう、お前もでも、じゃあそしたら早く、早く住民票福岡に持ってきた方がいいや。次何区に、あの転入、福岡にいる方が多いんやから。次どこで転入届けするの。いやいや、そんなの弱いや、なんで言うの。俺の住んでる場所バレねえや。スカイツリーが目の前に見えるとかっていう噂を。そんなこと誰が言ったの。あ、言っちゃうよ。あ、言っちゃうよ、言っちゃうよ。ジョーのこと言っちゃうよ、言っちゃう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 。え、でお前はマレーシアに来てた時よりも福岡に来てるやん、お前今。いや、マレーシアの方がいたじゃないですか。え、ボス A さんと B さんね。まあそう、最近よく連絡取るんよ。取るよ、めっちゃ来るもん。なんかあの言ってたじゃないですか、120万ぐらいするチャリ、チャリンコ。120万ね、するチャリンコ。チャリンコって言い方おかしい。何なんですか、全部ゴールド出てきてる。サイクリングのやつです。本格的なやつね。を、あ、ガチモン。ガチモンだよ。それをちょっとあのメイドインジャパンが好きだからさ、ああいう人たちって。だから、ね、あるある日本の送ってくれって言って送ったけど大変だったよ。送ったっすか。送ったよ、120万のやつ。そうだよ。送料30万だったよ。まあまあまあいい、もう一回時飛ばす。時飛ばしてください。じゃあ2回目の電話まで時飛ばビョン。え、違う、え、マットしてんじゃん。え、ビョン。はい、ということで、先ほどお話ししていた通り、第2回目ですね、かけていきたいと思います。まあ、まあこれ出てもらっても出てもらわなくても、まあ、どっちもしょうがないと思うんですが、はい、じゃあ2回目いきたいと思います。いきます。残念ながら出なかったんでね、またね、仕事終わりにまた動画撮って、その時にまた3回目かけられたらいいかなというふうに思います。はい、ということで起きてまーす。ピョン。通常なんで今、すいません。はい、かかってきた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 。でもこれはもうほんと、ほんとかかってきてる、ほんとかかってきてる。でもこれは本当に出れません、ルール上。僕今日、今回決めてる企画なんで、はいはいはい、ね、出ずにね、出れないです。仕事終わってからなんで。今緊急で動画撮ってますけど、はい。大丈夫。はい、大丈夫。縦になっちゃったらいいっすか。いいよ。今日は帰っちゃいけないことを言っちゃうけど。膝つぶれる。はい、ちょっと冷静に。本当にちょっと仕事がある。また仕事終わりに行きたいと思います。まだかかってた、またかかってた。まだかかってたぞ。結構ガチじゃないの。え、ちょっとカメラにはちょっと見せれないから。ほらほら。ガチじゃん。ガチだよ、本当にかかってきてる。なんか、え、それ2回目ぐらいじゃないですか、今。2回目、2回目。これ3回で出るぞ。いやいや、冷静に冷静に、後で、まあ、後でね、はい、またね、はい。いやー、仕事疲れましたね。終わりました。眩しい、全然変わんねえ。で、さっき2回目かけた後ですね、まあ動画出てると思うんですけど、かかってきたんですよ。それはね、そっからもう2時間3時間が経ってるので、ここでね、3回目かけたいと思います。じゃあ行きます。3回目行きまーす。じゃあ4回ある。もしもし、あ、もしもし、あ、境引っ越しセンターの方ですけども、ですね、あの、お荷物届いてまして、名前がですね、タゴケンさんっていうんですかね、あの、タゴケンさんからちょっと送り、お届け物が、タゴケンさんっていう方がお届け物が届いてるんですが、ご住所間違いないですかね。ですね、今電話してるものなんですけども、あの、名前がタゴケンって言います。え、本当ですか。
ですか？はい、あ、はい。タゴケンさんですか？はい、タゴケンってなんか、ちょっと、まあ、僕の、兄弟なんですけども、兄弟が太っててですね、昔バドミントンまあまあや、あ、今ちょっとお忙しい感じですかね？あ、お話できなさそうですか？お話できます、お話できます。あ、できますかね？はい。ですね、最初にですね、ちょっと確認しておきたいことがあるんですが、これですね、もちろん電話番号とか、お名前とかはもちろん全く載せてないんですけども、ちょっとこれですね、つい最近ですね、いただいた DM を見まして、これちょっと YouTube の企画として、今これ YouTube に載るんですが、載せても大丈夫ですかね？全然大丈夫です。はい。なので、ちょっとね、さっき電話2回僕の方が着信あったと思うんですが。ちょっと音楽の授業中だったので。はい？あ、そうだったんですね。今回の企画の趣旨とすると、タオケンが4回ですね。4回電話かけるうちにもし出なかったら、まあ、それはそれで1本の動画にしようと。で、もし出られたら、こうちょっとお話ししてるのを動画に載せようっていう風な、企画でやらせていただいてるんですけども、ちなみになんですけども、その DM いただいた時の、なんて言ったらいいのかな。名前あるじゃないですか、ツイッターの。はい。それは言っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。全然大丈夫です。あ、それちょっとお名前言ってもらっていいですかね。あ、ツイッターの名前、キリカブくんですね。はい。キリカブくんですね。はい。大丈夫ですか？全然大丈夫です。まあちょっと、熱い DM を見まして、まあ、馬鹿にしてるというよりは、まあ、このね、感じをちょっと一回、動画で撮って、記念に収めたいなというような趣旨で今回動画を撮ってますので、はい。はい。何か質問等ありましたら、この場で、質問答えますけども、何かありますでしょうか？今の率直な気持ちを教えていただけますかね？とっても嬉しいです。タコケンさんが電話かけてくる企画で、内心ちょっと諦めてたんで。あ、そうなんですね。普通は絶対かけないと思うんですよね、こういうのって。はい。はい。なので僕普通じゃないので、よかったですね。はい。大丈夫ですかね？あ、全然大丈夫です。はい。ですので、まあ、もし何か、ね、これ、まあ、ちょっと今回企画としてね、今回ちょっとこれ撮らせていただきますけども、はい、あくまで、本当に僕の携帯番号から電話かけてます、今回。はい。なので、必ず悪用しないようによろしくお願いいたします。大丈夫ですね。はい。自分のためだけに、ちゃんと保管しといてください。保管するのであれば。はい。で、もし何か、本当に困った時があったら、一回だけ電話のチャンスをあげますので、一回だけ電話してきてください。はい。はい。で、その時に僕が出れなかったら、もう、それはもう企画としてアウトなので、おじゃんとなると思います。はい。はい。なので、バドミントンやられてるんですかね？はい。しっかり頑張ってもらえるように。はい。はい。ということで、モチベーション上がりましたか？すごく上がりました。はい。ですね。なので、はい、大丈夫ですかね？はい。じゃあ、またどこかでということで。はい。はい。これ動画で使わせていただきますからね。あ、全然大丈夫です。はい。はい、それでは、じゃあ、失礼いたします。失礼します。はい。お疲れ様でーす。お疲れ様です。こっちで出ましたね。出たな。出たな。キリカブくん。キリカブくん出たよ。このいや出たね。うん。ラッキーなんじゃないですか。それまあね。何を隠そうとやっぱりね、無理でもやっぱ動けばね、こういうチャンスもしかしたらあるかもしれないので。そうですね。ね、カードに行ってみんながみんなこれされるとね、僕みんなに電話しないといけなくなっちゃうんで。ね。まあここでちょっとね、最後に動画の締めとしてね、千葉ジョー君のね、電話番号
見ていきたいと思います。はい、いきます。はい、080。はい、2で、まあ、これ冗談ですけども、今回これで一個企画としてやってみました。検証ね。まあたまたま彼持ってるので、僕がその気になって、あ、このこういうこれぐらい熱い気持ちの子だったら一回お話ししてもいいかなと思い電話させていただいて、でお話しすることができましたと。はい、ね、たまたまその運よく電話に出てくれたということで、まあこの流れでいくと多分バンバン DM 来ちゃいそうだけど、あのこの子からね、切り株君から、はい、そこは全無視したいと思います。先輩の性格じゃない。はい、いやそこはね、それはそうでしょ。はい、ということで本日の企画、熱狂的なファンの子に電話かけたら果たして出るのかっていうね。出るでしょう。いやそれは出てましたねっていうね。じゃあ今回の動画はこれにて終わりたいと思います。まあ、今回ちょっと当選したようなもんだよ、この切り株が。練習するとかないんですか？ないね。なんかそれ考えたよ。でも熱狂すぎるからさ、考えた上にすごそうじゃん、こう近そうだからだからちょっとそれはやめたんですけども、はい、まあまあ機会があればね、そういうのもやっていきたいなというふうに思います。そうですよね。はい、ということで本日終わります。お疲れ様でした。